ちょっとちっちゃくですね、カットした白ワイン入れます。カレーの味もほんのりしますね。ガランマサいいんじゃないですかね。ご飯が炊けましたからね。ボンジュール、皆さん元気ですか。元フレンチシェフの家料理シェフマスターの今日の料理はですね、ソーテードポーオーキュリ、豚肩肉のソーテーカレー風味ですね。豚肉はフランス語ではポークって言うんですけどね、プレソーテとかっていう、まあこれはどちらでもメニュー書き方ですけども、まあ、どちらでもいいんですけどね、一応ソーテーしますよということですね。ポークをカレー風味するということで、作りたいと思います。ということで今日のお花は見えますかね、近くにね、紫つぐさに間違えられるなれそうですけども、アメリカンブルーですね。これはあの小さい花がバーッと今庭に、かけてあるんですけども、すごく枝が出てきてバーッとこの紫色が広がるんですけどね、今年はなんかあまり枝が出てこなくてたくさん花がついてないんですけどね、まだこれからだと思いますけども。ということでアメリカンブルーでした。はい、ではね、あの材料を紹介します。ね、ポークが先ほども話しましたけど、豚肉のことですね。豚肩肉だとエポールドポーって言いますけどね、今日はね 400g の豚肩肉、それに玉ねぎ、オニオン、プチトマト、それからカレー粉、バター、塩コショウ、リーオブル、バターライスをね先に作るんですけども、それにまあヒラタケっていうキノコがあったんで、それを使ってということで、もともとはあのフランスのレシピですね。フランスのレシピを僕なりに少しアレンジしてですね作りたいと思います。というのこう思ったのは、どっちかというとプチトマトがあの畑で作った、前の畑で作ったトマトを冷凍してあったんですね。どうしても使いたいということで冷凍庫がいっぱいになっちゃうんでね、ということとカレーが食べたいなということだったんですけども、最近あのちょっとイタリア の, あのいつも僕が覗いてるブログの中でですね、日本に見える、お母さんが作ったカレーのちょっとレシピを見ましてですね、イタリア人の旦那さんと娘さんはその日本のカレーはうますぎるっていうかね、やっぱり添加物が入ってるんで嫌いなんですっていう話を聞きましてね、僕もいつもカレールー使ってるんですけど、もうそれはもう僕もやめようということでですね、本格的にインドカレーも作ってもいいんですけども、今回はですねトマトがあったということと、いろいろあのフランスのレシピを見てまして、このレシピに行き着いて今日はこれで作ってみたいと思います。ね、フランスでも今はねキノコの季節になってきてるんで、まあ、日本はね栽培でいっぱいできてるからあれですけど、フランスはねこれからキノコが今多分出てる、今出てるところですね。はい、少々お待ちください。はい、じゃあですね今日はバターライスをちょっと作って、それと一緒にまあカレーのように食べたいなということで、これバター 20g 今溶かします。で今日もですね米はね 1.5 バターが溶けたら米入れますね。洗ってないです米は。でね、そこに塩コショウで、今弱火にして米にバターを吸い込まさせてるところですけどね、普通の日本のカレーのように食べたいなということなんで米と一緒にですね。はい、そしたらですね塩コショウもしてありますから、水を入れます。水今日はですね 280cc にしました。ちょっと少なめにね、少なめにしました。そして中火の強にして沸騰をまずさせますね。沸騰させます。少々お待ちください。はい、で、1、2分で沸騰するんで、沸騰したらですね、沸騰したら弱火にします。超弱火でいいです。弱火にして13、4分ですけど、今日はね13分でいきたいと思います。私固めにしたいんでね、これで13分炊いたら、あと火消して5、6分ぐらいね置いておきます。はい、ではですね、玉ねぎですね、まあこれはいつもやってるみじん切りなんで、ね何回も紹介してあるんですけど、今日は自分の包丁でやりますけど、まあみじん切りでもある程度大きさで、そんなに綺麗な細かくしなくてもねいいです。まあ、みじんでもねいいでしょうけどね。ね、初めて見ていただく人もいるかもしれませんからね、切り方も一応少しやっておこうかなということですけどね。ちょっとねまな板がこの包丁にしては小さいんでね、どうしてもこうなりますね。
ちょっと今日はつぶつぶが残ってもいいかな、あまり細かくしなくてもいいかなというふうに思ってます。これは僕の切り方ですね。僕の切り方というか、まあある程度みじん切りする切り方というか、まあこれね、取っちゃってからでいいですけど、取っちゃうとバラバラになってしまうんで、でこうしてきたらこう切る、でこっち端はこう切る、でこう切ると中の芯だけ残ると、でそれはもういらないですからね。でこれをちょっと斜めにして、こうして切って、これを縦にして同じようなみじん切りにしてしまうと、最近ちょっとね、割と簡単にできる料理をご紹介してますけどね、ねフランスの主婦の方もね忙しいからね、やっぱりいつもいつも作ってるわけにはいかないんで、丁寧にね、結構ね料理見てるとナイフもまな板使わないでやってるようなところもありますしね、はい、これで玉ねぎは用意しましたね。今出したのは豚肉ですけども、豚肉はねこれ安いんですね、近所にあるスーパーで買うんですけど、カナダ産プレミアムポーク、大麦育ちの三元豚というかですね、 100g あたり97円ですからね、安いですよねこれね。で今日はね 400g 使ってやりたいと思います。一応ちょっと切ってあるんですけど、これはね肉用のまな板にで、まあ、1枚がだいたい 15g ぐらいに今してあるんですけど、これだとどうでしょう、27g でね、まあ、ちょっと小さくてもいいですね、これ少し厚めにしといてもいいですけど、今日は 400g 使おうかなと、ね、よかったらちょっと叩いておいてもいいですね、こうやってね、まあ、100g 残ればいいわけですから200まだ使いますね、結構肉が入ります。もちろんこれねポークソテーですからね、まあ肉を食べるのが目的ですね、これね、ポークソテーですからね。これあと 20g 振ると、それで100g ぴったりですね。まあこれらのはね大きさに切っといてください。それであとキノコはね、これ1パック 80g ぐらいですね。何だけって言ったっけな、これは何だけって、ひらたけですか、ちょっと今教えてもらいましたけどひらたけ、あとね、SB のカレー粉と、それとちょっとね追加でクミンと、それからカルダモン、それはちょっと香りによってちょっと追加しようかなということと、このトマトですね、 250g 用意しております。まあ、これはこのまま粒のまま入れたいなということで、はい少々お待ちください。はい、じゃあですねバターを 15g ぐらい一応溶かしますね。今日はこれソーテーパン、豚肉は塩コショウはここではしなくていいです。でちょっと中の強ぐらいでしてくださいね、中の強。これまだ火が入ってないですけど、ここで白ワイン入れます。あ、これだけでいい匂いですね。 100cc 入れました。これでね、豚肉の旨味とかが残ってるん でアルコールも飛ばしてですね、まあ、香ばしさを少しやっぱり足すためにはフライパンでね色つけてもいいんですけど、今日は少しね簡単にしようということで、この鍋で全部やってますけど、これで、今ついた旨味も取れたんで、汁ごと、はい、そっちライスやってますけど、そっちもう13分経ったんでね、一気にします。でこちらの豚肉の入った汁の方も、まあ、でちょっと重いですけどね、気をつけてください、皆さんやるときね、重いですけどね、気をつけてくださいね。旨味をですね、こそぎ落としてこちらの鍋に移した、パッとにね移してますけど、一応これは取っときます、ね、そしたらここに もう一回バターを追加します。 15g ですね。ただ玉ねぎを入れます。これは塩コショウを軽くします。下味ですね。
少しね、きつねになるまで少々、どうでしょう、4分5分炒め、4、5分炒めます。少々お待ちください。はい、玉ねぎが炒まってきましたね。これでちょっとバターを、あ、今これ蒸しが終わりましたんでね、ちょっと置いておきます。蒸し終わっても大丈夫ですから。バター 15g 追加してみました。で、15g 追加。ここにキノコ入れます。で、キノコの分の塩コショウをちょっと入れします。追加ね、こうしていくとね、大量やるときでもですね、だいたい塩の分量というのは分かりますね。だいたい塩、あ、キノコこれぐらい入れたから、これぐらい入れればいいだろうなということでですね、塩コショウの量はだいたい決まってきますね。これ弱火でやってますね。キノコもね、少しやっぱりちょっと開けて解放して、キノコの最初のね、臭みというか、それを抜くようにするといいと思いますね。それで少し軽く炒まればですね、ここで香辛料を入れますね。カフェドキュイオンプードルですから、あー、コーヒースプーン1杯ですから、小さじ1ちょい入れましょうか。今日これね、 SB 開けたばっかの缶ですけど、小さじ1杯半ほどちょっと入れて香りを見てみます。カレーパウダーもここで少し香りを、温度を上げてやることによって香りが出てきますからね。カレーパウダーのも、いわゆるスパイスの集合体なわけですから、ここで香りをいっぱい出してあげます。あ、インドカレーの場合は、最初にクミンとカルダモンをすることです。ちょっと小さじ1杯ぐらいちょっと追加しますけどね、それにカルダモンもこれパウダーです。今日パウダーしかないんで、は小さじ4分の1ほど。でトマトはもうこれ何も皮も一部剥きましたね。でここで香りが出てきて、キノコも炒まったんで、トマトのジュースも一緒に、解凍したジュースですね、入れて、これでトマトも煮込みます。ちょっと軽く塩、ちょっと少し、まあ、この今日メニューをやろうとしたのは、トマトが残って冷凍庫でいっぱいあるんで、何か作りたいなってことと、カレーが食べたいなと思ってたんで、でもその添加物というか失礼ですけども、そういうのが入ったのはなんか嫌だなっていうことで、最近本格的にインドカレーでも作ろうかなと思ってたところなんですね。で、まあいろいろちょっと勉強してたらですね、フランスのレシピに行き着いてですね、でここで、ポークソテーも入れますね。ジュースも全て入れてしまいます。まあ、これにとろみつけるんであれば、サンジェっていう手法もありますけど、サンジェっていうのはその最初のカレーパウダー入れる時にとかですね、小麦粉入れて少し砂肝を入れるってことですけどね、まあ今日はそれはやりたくないという、やりたくないというか、さらっとしたのにしたかったんで、あまりドロッとしてないね、インドのカレーのような風に本格的カレーのようにしたいっていうイメージありまして、でこれまだトマトのジュースも出てくるんで、この辺を様子見ながらですね、煮込んでいきますけども、汁が残ってたらこれももったいないですね。うまみが入ってますからね。それでもう一回軽く塩コショウ、それで蓋をして、どうでしょう、中火の弱で15分弱火で煮込みます。はい、少々お待ちください。はい、これで15分経ちましたね。途中全然今日は開けてないです。どんな状態かね、楽しみですね。はい、開けてみます。あ、トマトもね、これちょっと残ってですよね。しかも焦げついてないですね。豚肉の硬さもどうでしょう、ちょっと味見を見てみましょうかね。あ、旨味がめちゃくちゃ美味しいです。あ、カレーの味もほんのりしますね。もう少しなんか今日はスパイスが欲しいかなっていう、ところがあるんで、ガランマサね、これもスパイスの仕事で、これはちょっと入れて、どんだけ入れようかな、小さじ1ぐらい、最後の仕上げ、ガランマサラ1、ちょっとこれはもうね、味が嫌だって人は、もっとポークソテーの味がしたい、食べたいって人は、あ、もう入れなくてもね、十分これで美味しくなってます。あとはポークの硬さが、どの程度の硬さかなというところですね。トマト僕はね、わざとこの形が残ってて欲しいなっていうところだったんで、わざとあまり潰さなくて、トマトの味も感じながら、ということで作ってみたんですけどね。これもう一つに立ちさせばスパイスの最後のね、ガランマサラ味が見えてきますから、
あ、なかなかいいんじゃないですかね。ということで盛り付けに入りますけど、少々お待ちください。はい、ご飯が炊けましたからね。どうでしょうね。ちょっと混ぜてみますね。パラパラになってますね。で今日はですね、ちょっとこの盛り付けもちょっと変わったやつにしたいなということで、これもね、米をもうフランスではね野菜として食べるんでね、ちょっとですね、ちょっと面白くやってみようかなということでね。はい、ご飯ちょっと、まあ一人前だとちょっとね、これをパカッと混ぜておくとね、置いたら真ん中を開けると、ちょっと深い皿があったんでね、ちょうどね、これにね、キノコはどこ行った？キノコね、小さくなっちゃうんでね、どっか行ってしまったっていうのも、盛り付けをね、キノコも今はね、もうすぐキノコの季節ですから、今ね、で少しこうちょっと飾りに、まあパセリなり、ちょっとまだね、イタリアンパセリがあったんで、少しこうして黄色いトマトもあったんで、でお肉も見せながら、綺麗になりましたかね。さら拭いてあげてね。はい、これで出来上げましたね。美味しそうに見えますかね。ね、ちょっと中性して、はい、何かご質問あればコメントください。また美味しそうに見えたらいいねボタン、チャンネル登録よろしく。じゃあまたね、バイバーイ。